こんばんは。メーナでーす。あ、ラクラクさん。一年様、ま、ワンツンツンだ。いてててて。マンツンツン、ありがたわ、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは、メーナです。かわいい、メーナです。リオに抱っこされて強制出演強制出演させられましたね。かわいい、鼻水出てるよ。メーナ、メーナ鼻水出とるよ。ふき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 、はい、鼻水出てますよ。かわいい。じゃ今のうちにスクショ。今いい感じじゃない？いい感じの。え、カメラ目線。みんなカメラ目線お願いします。今写真撮影しております。かわいい。メナさん、メナさん、りょうちゃん優勝したんだって。そうなんですよ、メナさん。りょうちゃんすごいね。そうなんですよ。お姉ちゃん優勝したんだよ。褒めてよ、メナ、メナ褒めてよ。すごいすごい、メーナ、褒めてよ。あ、ナーラブさん、ありがたわーです。ありがたわー。ありがとう。メーナ、あ、みんなが代わりにおめでとう言ってる。メーナ、かわいい。困っているので解放してあげます。困ってるから。出演料出演料お願いします。もうすぐさま出演料渡さないとね、次また共演してくれなくなるので。そう、共演 NG 出されるかもしれないので、ちゃんと終わった後は出演料を存分にあげないと。もうまた共演してくれなくなっちゃうので。お出演料もらってますね。よかったよかった。おっとっともらっております。超ロングメール来てた。そう、送りました、歌唱力について。ちょっと今日はね、あの、だいたい7時半ぐらいまでしようかなと思うから、そう、今日はね久しぶりのお休みなので、いろいろとやらないといけないことをねやっていたんですけど、今日は話せるとこまで話したいと思います。また明日からもう8月終わるぐらいまで。ずっと毎日ちょっと多忙が続くので、鬼スケジュールが、また明日から続いていくので、多分話せるのが今日ぐらいしかないと思って、今日話したいと思います。そう。もう多分、話すのは、今日しかない。そう、話せるとこまで話したいと思います。
そう、今日はね、筋トレもお風呂ももう終わらせました。キラーン。そう、もうね、やることも終わらせたので、というわけで、そうでね、今日は、あ、じゃあこのことはメールで送りましょう。初見さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のりょうつのこと岡村りゅうです。フォローしてください。すっぴんですか？ほぼすっぴんです。チークとリップぐらいしかしてない、ほぼすっぴんなんですけど、トロフィーはあの今事務所、その ST の事務所の方に飾らなきゃいけなくって、そう、あの今ないんですよ。そう、今持ってなくて、リオ、そう、事務所の方に飾らなきゃいけないらしくって、3ヶ月ぐらい長いんですけど、そう、だから当分ね、トロフィーが帰ってこないんですよ。そう、なんか事務所に飾って満足したら返してもらえるらしいんですけど、そう、今ちょっと取られてるからそう、今ちょっと取られてるから、まだ当分帰ってこないんです。そう、はい、というわけで、あのさっきね、メールにもなんか歌った曲2曲についてをちょっと書いて送ったんですけどそう、送らせていただきました。じゃあまずは改めて、なんかクラッカーとかないんかな、ないかクラッカーでこうやりたい、ないか、すぐ出てこないよね。ちょっと金棒しかないんだけどおもろすぎ、金棒しかないよ、もう今近くに。ハートミラーボールがありました。ハートのミラーボールがありました。というわけでちょっとこれでムード出る、これでムード出ますね。あ、ミラーボールありがとうございます。これで、あ、待って、なんかちょっとボロボロになったのがあるけど、どうしよう、そう、はいいい感じ、いい感じですね。ちょっとお祝いムードが、お祝いムード出てますよ。それではいきます。改めまして、第6回 AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦決勝大会、岡村リオ優勝しました。ちゃんちかちゃん、イエーイ。というわけで優勝しました、ありがとうございます。もう本当に今でも信じられませんほんまに、ほんまに今でもなんか実感がなくって、全くもって実感がなくて、なんか優勝したんだな
っていうのがあんまりこう実感はしていません、まだもう4日ぐらい経ったけどまだしてないです。主権さんありがとうございます。高校1年生15歳のりょうつんこと岡村りおです。ぜひフォローしてください。そうそうですね、なんか何から話していけばいいのかちょっとあれなんですけど、じゃあ順を追ってね、順を追って話していこうかなと思います。まずはじゃあ歌った曲について話そうかな。まず歌った曲について話すんですけど、まず1曲目がミレイさんのインサイドユーと、インサイドユーで、2曲目がミスチルさんのドキュメンタリーフィルムを歌わせていただきましたそう、どっちの曲も本当に挑戦だったんですよ。めっちゃ挑戦で本当に怖くて、この前も言った通り本当に始まる前までほんまに自信をなくしてて、もう泣きたいぐらい自信なくしてたんですよ本当に自信なくしてて、これ無理かなって思ってたんですけど、まあでもその最大限の準備はしてたけど、それでも自信なくしてしまって、急にねそう、あ、もうリオ無理だってなってて、でもやっぱりあのステージに立てるっていうのが本当に嬉しかったから、立つにはやらなきゃって思って出し切りました。試験さんありがとうございます。高校1年生15歳のリオツンこと岡村リオです。しばらくしてください。そう、もうなんかとにかく今持ってるリオの歌を届けたらいいんだって思って歌いましたじゃあ今見ている、今ショールームを見ている人に見せたいと思います。そんなじっくりとは見せないけど、歌詞カードをリオがいろいろと書き込んだ歌詞カードをお見せしたいと思います。じゃあまず1曲目、インサイドユー。チュルル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 ル、こんな感じです。2曲目、ドキュメンタリーフィルム。チュルルルルルルチュルル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 、こんな感じですてな感じでいっぱい書き込みました。そう、書き込みましたね本当にまず1曲目のインサイドユーは、そのマーナがカラオケで歌ってて、よく歌っとったけんこう知った曲なんですけど、なんか本当に
なんて言うんだろう、そうマーナが歌ってて知って、でなんかまさか、いや本当にあの難しい曲だなってずっと思ってたんですよ。そうずっと思ってて、なんかいつかこういう難しい曲もなんかうまく歌えるようになりたいなって思ってて、でなんか難しいなって思ってたんですけど、まさかそんなそう思っていた曲をね決勝大会で歌うなんて思ってもみなかったんですけど、そうでなんかやっぱり1曲目その決勝、その2回目の決勝のステージであのステージに立たせていただくってことになって、その前回の第5回の時が初出場だったんですけど、その時の1曲目が中森明菜さんの10回をね歌ったじゃないですか、こう振り付けをしながらしたと思うんですけど、で結構あれは審査員の方々もこうざわついたみたいなくらいこう評価もしてもらって、で結構見てる人たちにも結構インパクトを残したり、こうこんな子いるんだみたいな感じで多分思ってもらったきっかけの曲だったから、すごいなんかその前回がそれの1曲目だったから、その今回その2回目の決勝でやっぱり前回と比べれるわけじゃないですか、当たり前のように、当たり前のようにいろんな人に比べられて、こうもちろん前回を超えてくるよねっていう風にこう当たり前のようにこう超えるよねってたくさん言われてきたし、すごいね、期待をされて期待をしてくださっているのはすごく嬉しいんですけど、やっぱりその前回の10回とかも超えなきゃいけないっていうプレッシャーもあったし、すごい怖さもあって、正直このインサイドユーをこの2回目の決勝のステージの1曲目に歌うっていうのはすごい勇気がいったし怖かったですね。そうでもなんかしかもなんか竹中さんにはなんかコンテストには合わないよってこう言われたんですよ。そう、あの決勝のね、あのなんか話し合いみたいな、あのリモート話し合いみたいなのがあったんですけど、その時にこの曲できますって言ったら、竹中さんにはコンテストには合わないよ、合わないよっていうか、なんて言うんだろう、こう審査員の方が審査をしにくい曲だと思うみたいなことを言われて、ああそっかと思って、でもそれでもいいのって言われたけど、やっぱこれでいくって決めたから、もうリオは一度決めたら変えないんですよ、一度決めたら絶対変えない人だから、これでいいのって言われた時は、そのままこれでいきますって言ったんですけど、でもその一度決めるまでこれでいこうっていう風に確定するまでに相当めっちゃ悩んだんですよ。本当に今回の選曲は本当に悩んで悩んで、なんかすごい悩んだし、こう考えたんですけど、でも本当にでも結果的には前回のね10回を軽々超えたんじゃないかなとリオは自分では思うし、その
なんか自分がこの1年でできるように努力してきた部分とかが一番見せれる曲だなと思ったので、難しい曲だしすごい挑戦だなとは自分でも思ったけど、このミレイさんのインサイドユーを1曲目に歌おうって決めました。そうで、結構ミレイさんのインサイドユー When you go 今だけない夜はって最初始まる時に A メロがもうめっちゃ低音なんですよ。低音だからやっぱりなんか大会だし、なんか自分の強み出したいなと思って、その自分の強みが低音だからそこで低音を見せたいなと思ったんですけど、でもなんかその聞いてる人たちからどうせ低音しかこううまく歌えないんだろうなみたいな感じで思われたくないので、その前回の決勝から今回の決勝まで1年以上経ったんですけど、その間にいろんなことを練習してきて葛藤していろんな曲を歌ってきてってやっていきながら、なんかこう1年以上経ってこんなのも歌えるようになったよ、できるようになったよって見てもらいたかったし、あの実際音域も前よりも広がったと思うし、こうなんて言うんだろう、歌の幅も広がったのかなって思ったから、自分に自信もね持ちたくって、なんか1年の集大成というか、なんかなんて言うんだろう、うん、今の岡村莉はこうですよっていうのを出せる曲だなと思ってこれにしました。初見さんありがとうございます。フォローしてください。なんかこの曲が本当に完璧というか、なんかこううまく歌えたらなんかリオ自身が認められるような気がしてそう、フォローありがとう。そうですねてかリオが1曲目そのインサイドユーでウェイヨーって歌い始めた時にまさきさんがうわーってやってくれたんですよ。そうまさきさんが拳を振り上げてくださって、拳を振り上げる合ってる、なんかこう喜んでくださったんですよ。そうですね。で審査員の方々もめちゃめちゃ笑ってるのが見えて、歌ってる途中に期待に応えられたのかなって思いました。その時そうで、インサイドユーは一個こだわった部分が、もうめちゃめちゃいろんなとここだわったけど、一番こだわった部分がその生バンドだからこそこだわった部分もあって、そのここはこうしたいってリオが言って、そしたら竹中さんがじゃあそうしようみたいな感じでこう聞いてくださったんですけど、大サビ前のもうきっと戻せないの天命は維持さいって入る、その大サビ前、大サビに入るときに普通の音源、普通のインサイドユーはもう普通に
こう繋がっていくんですよ。もうきっと戻せないの、てみは意地さいって普通にもう繋がっていくんですけど、その生バンドだからこそ、歌唱力だからこそ、そこをリオこだわって、あの、わざと、もうきっと戻せないの、で伸ばして、ちょっと空いて、ちょっと無音になるんですよ。あの、演奏も止まって、リオの歌も止まって、無音の状態が続いて、で、リオが、てみはいじさいじゃんから、あの、リオの歌きっかけで、その生バンドさんが、てみはいじさいじゃんって、こう入ってくるっていう、なんか壮大さみたいな。こう、生バンドだからこそ、やっぱそこはアレンジできるし、っていうのが、あって、そこをこだわりましたね。そう、こだわりポイント。そう。てな感じですね。で、結構この曲はめっちゃ英語が出てくるんですよ。なんかもう半分英語って感じで、めっちゃ英語なんですよね。そう、後半なんてもうずっと英語だし、天才すぎませんか？そう、英語だから結構さ、その発音もね、めっちゃ練習したし、あんまりそういう英語の歌とか歌うことがないから、本当にミレイさんの発音とかも何回も何回も聞いて練習してってかやったんですけど、そう、難しかった英語慣れるまでに。そうですね。そんな感じです。かな。結構この曲インサイドユーは最初 A メロとかはめっちゃ低音なんですけど、サビとかになると結構音が高めだから、なんて言うんだろう。そこもね、頑張りましたね。なんかバンドの方々とリュウが一つになって、なんかそれが嬉しかったなって思います。じゃあ、あと30分なのでちょっとドキュメンタリーフィルムいきます。ドキュメンタリーフィルムは、そのもともとこれもマーナが好きな曲で、で結構パーナがカラオケでもう毎回のように歌う曲なんですよ、この曲は。で、その本当にもともと大好きで、この曲好きなんですけど、なんか MV も結構リオ好きで、このドキュメンタリーフィルムの、そう、 MV も好きだし、感動するんですよね。しかもなんかもう、なんかそもそものこの曲の組み立て、そのもうミスチルさんすごいなって思ってなんかもうこの曲自体もう神曲すぎて、本当にいい曲だし、なんて言うんだろう、すごいなと思いました。なのでぜひ皆さん、あのこの MV を見てみてください。ドキュメンタリーフィルムの MV をぜひご覧ください。そう、そう、でもこの曲もめっちゃこだわりましたね。なんかすごい、どこの箇所、そのなんかどっちの曲も、なんかそもそも決勝大会はそのフルは歌えないから、フルは歌う時間がないから、3分ぐらいにこうつなぎ合わせて歌うんですけど、このドキュメンタリーフィルムは結構歌詞
歌詞がなんかフルを通してフルを歌わないと結構伝わらないというか、フルを全部歌ったからこそ伝わる歌詞になってるんですよ。そう、どこも省きたくない、どこも切りたくない曲で、なんかフル全部歌ってからこそこう伝わる歌なんですよね、この歌詞が。そうだけどやっぱフルは歌えないから、あの尺的にね。だからすごいめっちゃ悩んでめっちゃ悩んだんですよ、このドキュメンタリーフィルムのどこの場所を歌ってどうつなげるかっていうのをすごい悩んだんですけど、めっちゃ悩んで、そう。でもね、すごい。で、そう、歌えなかったんですけど、2番のサビが良くて、だってさ、枯れた花びらがテーブルを汚して、あらゆるものに終わりがあることをリアルに切り取ってしまうけれど、そこに紛れもない命が宿ってるから、君と見ていた愛おしい命が。もう、2番の歌詞が最高すぎるから、ここはね、省きたくなかったんですけど、ちょっとね、全部含めて考えたときに、そう、歌えなかったんですけどね。でも、そこの歌詞が歌えない分、そこの歌詞の分の意味も他の部分で込めて伝えようと思って歌いましたね。そう。感情入ってた？入れましたよ、感情込め込めで。そう。結構めっちゃ細かい部分まで詰めましたね。なんかこう次のフレーズを生かしたいから、逆にその前のフレーズはちょっと落としてみたいな、ボリュームとか歌い方もちょっと落として次のフレーズを生かすとかもこういろいろあって、そう、なんか歌も繊細だけど結構気持ちも繊細で、そうなんですよね。好きな曲ですね、どっちも大好きですね、大好きな曲です本当に。でも最後ね、感情入りすぎて泣きそうだったんですよ。だから実はちょっと最後音ずれてるんですよ、多分分かる人には分かるんですけど、最後ね、君が笑うと愛おしくて泣きそうな僕をってところがちょっと音がずれてるんですけど、まあでもそこも含めてなんかね、まあそれも味ですよね。それも味ということで、そう、でも本当にどっちの曲も歌い切れたのが本当に嬉しくって、なんか出し尽くせたのが嬉しかったです。でも結構このドキュメンタリーフィルムは知らない人も結構いたと思うんですけど、そのリオの歌を聞いてこの曲知って好きになったよって言ってくれる人も結構いたりとか、それが嬉しかったです。
まあこんな感じで。でね、本当に審査員の方がすごい褒めてくださって、やっぱりなんかプロの方に褒めていただけるってなんかすごい重みが違うなと思いました。なんかちょっとヤンキーがいますねヤンキーがいますけど、そう、あと昨日ね、吉政さんが、あ、そう、昨日吉政さんに返信したんですよ。そしたらまた返信が返ってきて、 X でね、 X でしてくださって嬉しいことを言ってくれてました。そう、昨日竹中さんのスペース、もう最初から最後までずっと聞いてました。リアタイしてたそう、全部聞いてました、リアタイで、リアルタイムで。でもさ、なんか聞いてる人がさ、アイコンが出るじゃないですか、誰々が聞いてますみたいなのがさ見えるけんさ、なんかちょっと恥ずかしかった。そう、でも竹中さんと雄大さんがたくさん褒めてくれて嬉しい。そう、全部聞いてましたね。しかもね、このインサイドユー1位通過できたのにすごいまさかでしたね。その前回の第5回の時は第3組で池ちゃんさんが1位でリオが2位通過だったんですけど、今回1位通過ですごく嬉しかった。フォローありがとう。うん、フォローありがとう。はい。でも本当に歌が好きだなって改めて思いました。そう、めっちゃ思いました。しかもこの大会に本当に感謝だなって思いました。この大会をね。考えてくださった竹中さんにもすごく感謝だし、素敵な生バンド演奏を弾いてくださったバンドメンバーさんも本当に感謝です。感謝ですね。そうで、またファイナリストライブに出られるのがすっごく嬉しいです。すっごく嬉しい本当に嬉しいです。ファイナリストライブ、あ、庄司さんありがたわです。ありがたわ。そう、フォローありがとう。本当に嬉しい。ファイナリストライブめっちゃ楽しみです。で、終わった後もユーリーさんと話してたんですけど、ユーリーさんは X とかでもインスタでもおめでとうとかを載せてくださってて、
そう、悔しいはずだし泣いてらっしゃったけど、でもそれなのにリオを祝福してくださって、嬉しかったです。本当にお優しい。そう、うん、でね、本当に始まる前もいろんなメンバーさん、いろんなメンバーとか先輩とかがリオツーファイトって連絡してくださったりとか、すごいいろんな方々からの応援で頑張れたし、終わった後ももうおめでとうおめでとうおめでとうって、もうめっちゃ連絡が来ててめっちゃ連絡が来てて、いろんな方々からすごいおめでとうで溢れ返ってて嬉しかったです。そう、嬉しかった。X でもね、こうおめでとうってみんな載せてくださってて嬉しい。ココハ、ココハもちろん来ましたよ。始まる前も終わった後も連絡してくれました。そう、ソロ曲も本当に楽しみですね。初めてのソロ曲、本当に楽しみ。初めてのソロ曲すごい嬉しい。ソロ曲をいただけるなんて楽しみですね。いけちゃんさんはどんな、そう、いけちゃんさんとねお会いしてないんですよ。そう、いけちゃんさんとさまだね連絡先が交換できてなくて、ななさんに会えましたよ。ハグしてくれました、ななさん。連絡先も交換したし、ゆりさんも、ななさん褒めてくれました。ななさん、ななさん、2連覇狙ってねって言ってくれました。2連覇狙ってねって。で、いちごが、いちごがさ、ななさん大好きじゃん。で、なんかメールとかもずっと撮ってるらしいんですけど、で、その、僕隊公演の時に、この前の、ななさんが、リオさんのこと書いてましたよって言って、こうやって見せてくれたんですよ。そう、ななさんがメールとかでもリオのことを書いてくれてた、くださってたらしくて嬉しかった。リリカさん、あ、NGT さんの話しました。え、お写真も撮ったよ。お写真撮ってくださいって言ってくださって、そう、撮りました。同じ組だったよね。少女 A を歌ってましたね。好きですって言ってくれました。オリジナルアバターがあるのね。そうだよ、ギフトありがとう。秋元先生と会ったことあるのかな？ないですね。お会いしたことないです。秋元先生。
え、そう、倉本花ちゃんと連絡先を交換したんですよ、終わった後にたまたま会って。でもこの前も言ったんですけど、リオ、そのステージが終わるじゃん、ステージはけて、でメイク直ししたらすぐ囲み取材だったんですよ。すぐ囲み取材で、違う回ですぐ囲み取材で1時間ぐらい囲み取材があって、でその間に他のメンバーさんとか審査員の方々とかお写真を撮ったりとか、こう交流をしてたらしいんですけど、でもリオが囲み取材終わって帰ってきた時にはもうみんな帰ってて、そう、もうみんな帰ってたり、もう着替えてて、そう、着替えてて帰ってたりしたから、まあしょうがないんですけど、だから審査員の方々とかとめっちゃお話ししたかったし、お写真も撮りたかったのに、審査員の方々とかも会えなくって、終わった後。そう、他のね、出演されてた方々とかもお写真撮りたかったんですけど撮れなくて、囲み取材があって。主権さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。そう、同い年。そう、撮りたかったですね。まあでもしょうがない。ファイナリストライブの時に話するって竹中さん言ってたから、その時に。うん？うん？ご家族の反応？え、そう、マーナとパーナが見に来てくれてたんですよ。見に来てくれてました。てな感じで、優勝後の夕食は、え、リオね、その当日朝ごはんも結構喉が通らなくて、でお昼ご飯めっちゃ遅めに食べたんですよ。遅くに食べて、食べる時間がなくてね、食べる時間なくて3時ぐらいに食べたんですよ。3時ぐらいにちょこっと食べて、で終わった後そのホテルに泊まったから、そのままね、東京の泊まったから、コンビニでなんかご褒美食べようと思って、なんかチンするポテトみたいなの買ったんですよ。チンするポテト買ったんですよね、なんか袋に入ってると、なんかまあご褒美だしいいかと思って、なんかカルボナーラパスタみたいなやつのチンするやつを買ったんですよね。でそのコンビニで店員さんに温めてもらったんですよ。温めてもらって、よし楽しみ楽しみと思いながら袋に入れて部屋に戻ったんですよ。でもうカルボナーラパスタはもう美味しく出来上がってたんですけど、なんかポテトがなんか様子がおかしくてポテトの様子がおかしくて、なんかね、なんかチンしすぎたのか、まだ解凍されてないのか、
なんかカチカチでなんか様子がおかしかったんですよ。なんか食べたらいけない匂いがプンプンして、そうちょっとなんじゃこらと思って、そうそうですねって感じでした。そうそう、昨日もポテト食べました。え、りょう、ここ最近もう連続でポテト食べてて、もうなんかもう幸せって感じです。もうほんと幸せって感じなんですよ。そう、今日はねないんですけど、残念ながら。そう、今日はないんですけど、あのだって歌唱力の次の日、次の日歌唱力の翌日に広島帰ってきて、で夜までレッスンして、でその後あのお店に食べに行ったんですよ。お店に食べに行って、でそこがめっちゃ美味しいポテトがあって、そうポテト食べて、でその次の日が昨日か、昨日はあのゆうかとノアピとホラー映画見に行って、で映画見るときにあの飲み物とかさ、ポテトとかがあるじゃないですか。だからそのポテトを買って、でしかもなんかめっちゃね、あの山盛りだったんですよ、ポテトが。そうだからポテト食べました。そうポテト美味しかった。ポテト大好き。あ、そうだ、僕隊公演の日も僕隊公演の日もあのマネージャーさんがあの優勝したから、なんかご褒美にあのポテトを買ってきてくれて、しかも L のポテト2個も買ってきてくれて、ウケるんだけど。そう食べましたポテト。待って、25分ぐらいにちょっと壇上読もうかなと思います。そうホラー映画怖かったよ、昨日もちょっと寝るとき怖かった。ホラー映画誰が見たいって言ったの？なんか優香が誘ってきて、そう優香が空いてるって聞いてきて、でもあずみんはフェスだったけん、あの4人では行けなかったんですけど、ホラー映画を見ました。そうなんか優香がホラー映画見たい、なんか気になってたらしくて、でも一人では行けないからリオとノアピを誘って行ったんですけど、しかも絶叫上映でほんまに怖かったんですよ、ほんまに怖くて。まあリオはあのマーナとパーナがホラー大好きなんですよ、ほんまにホラー大好きで、マーナとパーナがもうなんかもうずっと見てる、なんか見たことないホラー映画はないぐらいほんまに好きなんですよ、マーナとパーナ。ほんまにホラーばっか見てて、だからそれに付き合わされて今まで何回かホラー映画見てきたんですけど、見てるからまあって感じで。そう、主権さんありがとうございます、ぜひフォローしてください。あえて絶叫上映、わかんないわかんない、ゆうかが予約したんですよ。そうゆうかが何時から何時の撮ったからねって言って、でなんか絶叫上映らしくて出てくるらしいよみたいな感じ。そうゆうかが予約したから、ちょっとそこら辺はちょっとわかんないんですけど、絶叫上映でしたね。そう怖かった。
怖かったよ。結構怖かったですね。しかも呪怨っていうホラー映画があるんですけど、呪怨の映画の監督さんと一緒の監督さんらしくて、そう、呪怨を作った監督さんと一緒らしくて、いやそりゃ怖いよと思って、そう、フォローありがとう。夢には出てこんかったよ。大丈夫。見てるよ。結構見てます。マーナとパーナに付き合わされて結果を見てるよ。リオ、昔から。だってさ、リオがさ、筋トレしとったらさ、リオ、あの、リビングで筋トレするんですよ、いつも。なんじゃけど、リオが筋トレしとったら、急にホラー映画を駆け出すんですよ。そう。ホラー映画駆け出して、でもリオ筋トレしないと寝れないから、なんか、もう目つぶりながら筋トレするんですけど。そう。呪怨も見たことあるよ。でもね、今までで一番怖かったやつはね、あれだと思う、あの、なんだったっけ、あの、誰だっけ、あれ、多分貞子対口裂け女だったっけな。それが一番怖かったかも、今までで。なんか話しとったら出てきそうじゃけ、ちょっとやめよう。やめましょう。やだ、出てくる。やめよう。やめよう、やめよう。やだやだ。出てくる。いや、出てきたらリオ戦う。ゴリオパワーで戦います。あ、26分じゃん。壇上読みまーす。13位、ライダーさん、ありがとうございます。12位、ヨネツンさん、ありがとうございます。11位、台湾のりさん、ありがとうございます。10位、オノピーさん、ありがとうございます。9位、オリツンさん、ありがとうございます。8位、ヨシコッコくんさん、ありがとうございます。7位、ムカシカロジンさん、ありがとうございます。6位、テイクストックさん、ありがとうございます。5位、ゆずきちさん、ありがとうございます。4位、リオシーさん、ありがとうございます。3位、ショウジさん、ありがとうございます。2位、ナーラブさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥルドゥルルルルパン、ラクラクさん、ありがとうございまーす。ありがとう。見て、昨日ね、ボードをきれいにしたんですよ。ボードをきれいにしました。昨日きれいにした。7月27日、明日はね、お仕事があるけんね、何時に配信できるかな、ちょっとまだ未定です。あ、1位ラクラクさん、ありがとうございます。
貴重なお話。朝配信未定です未定です、未定でございます。ちょっとスクショタイムする？ちょっと久しぶり。金棒をトロフィー代わりに受ける意味不明じゃん、意味不明じゃん、こんなの。ミラーボール シュール。重いですか？軽いですお軽いです。撮れた？じゃあ配信を終わりたいと思います。来てくれてありがとうございました。歌唱力の話聞いてくれてありがとうございます。それでは配信を終わります。バイツーン。また明日。またね。あ！あ！ロードモバイルリオツンギルド入ってください。まだ入れます。まだ入れるので、絶対、絶対入ってください。絶対入ってください。今見てる人。今見てる人絶対入ってください。入ってください。あ、あと X 載せてます。載せてます。あのなんか伝えミスらしくて X と Y がちょっと逆になってたので、皆さん要注意です。入ってね。リオツンでやってます。ありがとう。それではバイツー。